この同じハーレムで天才と呼ばれる一人のアーティストに私たちは会うことができました。わあ、すごい。かわいい。絵が光ってる。なんで？綺麗だね。あの方。後ろ背中にすごいランコって書いてある。ライト消す。はじめまして。ブランコさんパイプ加えてる。かっこいい。ハーレムのピカソ、人呼んでフランコ・ザ・グレイト。ハーレムの街をシャッターペイントで華やかに彩る彼を、いつしか人は尊敬の念を込めグレイトと呼ぶようになりました。まさしく現代アートを代表する天才の一人。それにしてもなぜ彼はシャッターをキャンバスに選んだのでしょう。キング牧師が暗殺された1968年以来、ハーレムの目抜き通りのシャッターはずっと下ろされたままだったんだ。街は夢も希望もないものになっていた。だから僕は思いついたのさ。このシャッターは僕にとってのキャンバスだ。だったらそこに絵を描こうってね。意外にもフランコと日本のつながりは深く、彼の作品はこの店の壁画のように日本でも様々な場所で見ることができます。そんな彼の才能と活動を支えているのが日本人の奥様、キミさんです。ちなみに奥様は33です。あれ、ちょっと待って、 40? 嘘。観光客だったんですね、私。で、まあガイドさんがハーレムのピカソがいるっていうことで、まあみんな降りてきたんですけど、私ビデオ撮ってたんですね。で、まあ彼がこんにちはって言ったのがきっかけで、何かインスピレーションを感じたんですか。彼の目の奥を見た時に、あ、この人は真実を持ってる人だっていうのを最初には感じました。いやー、いいなー。今幸せですか。ね、嘘。幸せ。Very happy。目をつぶっていても絵が描けるというフランコが面白いものを見せてくれました。40年以上も前に描いたというこちらの作品です。Take the white light off. ライト消してください。ライト消す。あ、わあ、光ってる。すごい。夜のシーンになりましたね。すごい。え、だってこれ41年前ですよね。41年前からそのブラックライトを考えてるの？実に41年前にブラックライトを使った作品を描いていたフランコ。彼がブラックライトの達人と呼ばれる原点がここにあります。オーケー、モーフラン。はい、これは何ですか。オーケー、ライト。で、これで、うわー、 This is girls. This is come on, see it. Fantastic. すごい。 This is 41 years ago, I deal. I am tired now. すごい、素晴らしい。ありがとう。ありがとうございます。 This is black light.彼自身がブラックライトだ。ブラックジョーク。